ガボンアダーは、鎖蛇かアフリカアダー族に分類される蛇。有毒。別名ガブンバイパー、ガボンバイパー、ガブン鎖蛇、ガボン鎖蛇、ガブンアダー、ガブンバイパー、ガボンバイパーというように、頻繁に目にするものから、稀にしか使われないものまで様々な表記がある。英名は、ガボンバイパーであるため、ガブンバイパー、ガボンバイパー、ガブンバイパーと表記されることもある。 アフリカ大陸中部から南部にかけて生息。全長は通常1 2 0 1 6 0トルほどであるが、稀に1 6 0 1 8 0トルほどのものもいる。最大では2 0 5トルの記録がある。体重は1 8 3トルの個体で1 1 3ラムの記録がある。体型は太い。複雑な反問が入るが、 落ち葉の上等では保護色になると考えられている。粉炭に一体の角状の突起がある。眼下部に黒い筋模様が入る。毒牙の長さは5センチメートルに達し、ヘビ中最大の毒牙を持つ。粉炭の角状突起が発達する。目の下に入る模様が一つのみ。主成分は出血毒で、人間の血死量は60ミリグラム。そして本種が一紙で出す。毒量は、 平均3 5 0ラムであり、適切な治療が行われなければ深刻な状態になり得る。今後共和国のブラザビルで行われたテストでは、3回の計測の合計が2 9 7 0ラムもあった。ただし、後日の通り攻撃性は低く、生息地も熱帯雨林で人間の生活圏とは離れているため交渉は稀である。熱帯雨林に生息する。 冷静沈着な性格で、性質はおとなしいが、危険を感じると、噴気音を上げて威嚇する。食性は、動物食で、小型哺乳類、小型鳥類といった、高温動物を主に食べるが、引き返える糖を食べることもある。本種は、他の鎖蛇とは違い、一旦噛みつくと、獲物が死ぬまで離さない。繁殖形態は、卵体で、1回に8から60頭の幼。 蛇を生む。ガボーンをローマ字読みしたものであるが、稀にしか使われない。ありがとうございます。